おはようございます。いや、ついに始まりましたよ、タクト幸太郎のうさぎと亀という新番組でございます。大気豊橋前田南店さんを舞台に、僕とタクさんがね、なんていうんですかね、番組のコンセプト的には、タクさんが悠々自適に立ち回るイメージなんで、うさぎと。で、僕はまあ、かっちり、のんびりじゃないな、なんか、固く立ち回るイメージがあるんで、亀ということで、まあ、タクさんが ART、で、僕がかっちり打つんで、A タイプを打っていくということなんですけれども、縛りはあるんですよ、A タイプというね。で、この、見てください、この T シャツ。うさぎと亀、まあ亀やから緑なんでしょうね。ただ下半身黒バラです。やっぱりね、かっちりしたイメージということなんで、半分黒バラ半分うさ亀みたいな感じでね、やってきました。なんかちょっとジャケット撮影するときに、この格好をたまたましたときにはそれでいいんちゃうみたいなノリで決まったんですけど、別に特に深い意味もないんですけど。で、実はもうたくさんが一発実践していると。で、ART キーオンリーで打ちまして、900枚ぐらいプラスやったらしいんですよ。だからまあ僕はその辺か、一応負けたくはないんでね、上回るぐらい、1000枚ぐらい目指して今日は頑張っていこうかなと。ただね、ただですよ、この番組黒バラではないので、僕は楽しみます。半分、まあそれはね、いい台積もったらもちろん打ちますけれども、やっぱ楽しみも入れていかんと。そういうね、この番組はスロットの楽しさを、愉快さ、面白さっていうのをね、ちょっと見せていこうかなと思っているので、最後10分15分ぐらいは僕はもうすごい台を発見しました。コクッチーマスターズブラック、まあ珍しいんですよ。自身ね、あんまり見たことないんで、売ったこともないんですけれども、この番組でおそらく半年ぐらいはやらせていただくんですけれども、最後10分ぐらいは絶対グッチー打ったのかなと思っております。はい、というわけで、一つだけちょっといいですか。たくさんも実践したって言ったんですけど、あの人下にヒートテック的なの着てたでしょ。もう今実はね、収録日が10月の半ば、まあ寒いんですよ。ただ僕は半袖で来てますから気合が違う。というわけで、まだあと開店まで1時間ぐらいあるんですけど、もうね、すでに並んではる方もいらっしゃるんで、半袖で並んでいきたいと思います。それでは行ってきます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。あ、シュラ空いてる。違う、A タイプ。 A タイプ。いやー、やっぱり東海地方ですよね。花々が多い。やっぱ楽しむって言っても、ちょっとリセットとかはやっぱちゃんと見たいんですよね。これベッドランプ、これ2枚で、基本多分クイーン花々から朝一のベッドランプって対策されてるんですけど、3ベッドなのかな、鳳凰の場合。でもこれ2ベッドとかなんですよね。これどうなんだろう。やっぱね、僕亀でしょ、亀なんすよ。ってことは亀仙人なんすよ。亀仙人といえばファンキーでしょ、ファンキーなじいちゃんですよ。だからファンキーとかな。何の根拠やねん。いや別にそういう根拠ちゃいますよ。ただまあジャグラーシリーズやと一番信頼なんで。あー、でもこれね、2日、これ3日連続多分プラスでしょ。そういう狙い方した方がいいかな。いやでも一概にそうでもないか。うん、難しいな。分からんので、とりあえずちょっと出目変わってるかどうかは分からないですけれども、バックンチェックしましょう。一応は、一応 DDT されてるんですかね。バー上にありますけど、行きます。全くブレませんでしたね。今僕2ゲーム回して
このカウンター1になったんで、これ3枚、まあ1枚掛けで3枚入れたら1回転になるんですよ。ってことはこれ1回転回されてる1枚掛けでっていう可能性が出てきてます。あ、これもこれ1ゲームで1になりました。うん、対策されてます完全に。じゃあこれいきましょう。もうシンプルに角、角いきましょう。わからないんでとりあえず、まあ、探りつつという感じで、まずはファンキージャグラーの、まあ、目立つ位置ですよね、の角台から打っていきます。チワウサギとカメ、カメの記念すべき第一戦目ということでカメ打っていきます。はい、ブドウ、まあ多分解析出てないですけど設定差はあると思います。ただ500カウンターを持ってくるのを忘れたので数えません。脳内カウント、脳内カウントで僕いけるんで、それで大体のブドウを数えていこうかなと思ってます。まあ、そういう感じでいいんですよ。かっちりしてもね、黒バラになっちゃうんで、あえて数えない、忘れただけやけど。でね、まあ僕の A タイプの、まあ、特に花々ジャグラーがそうなんですけど、経験則、まあ、完全オカルトなんですけど、リセットされていれば大体ジャグラーの場合なら128ゲーム以内に当たり寄るんですよ、リセットされてれば。これはなぜかは分かんないんですけど、そういう節があるんです。大体もう、うん、まあそれ設定差あると思うんですけど、まあ、解析できないんで分かんないですけど、大体5割から6割、うん、6の場合もう7割ぐらいは朝一ペカってくるんで、だからね、そこを今回は設定判別の基準、まあ、リセットの基準にしようかなと思ってます。だからとりあえず128まで回してペカ、記念すべき初ペカ26ゲーム、これリセットっすわ、これリセット、もう決めつける、これでしばらくいきましょう。早いよ、投資2本、うわいいな、綺麗やな、ビッグがええな、やっぱ一発目は出玉欲しいんで、ドン、よしよっしゃ、ねえ、カメやった、よし、いやいいじゃないですか、新番組ね、始まって一発目のあたり26ゲームわずか投資2本でビッグボーナスと、いい出足、幸先のいい出足でございます。なんせなんせ300枚も出ますから、ペカルだけで300枚も出ますから、約はい、ビッグボーナス終了でございます。まあ、もう早速ですけれども、オカルトロン、孝太郎のオカルトロン2つ目いきたいと思います。まあ今とりあえずリセット挙動を確認しましたと。で、まあ、ビッグボーナス後、まあ、ボーナス後ですね、僕の中でですよ、モードが存在します、ジャグラーには。で、天国、天国モードに移行していれば128ゲーム以内でペカります。で、もしかしたら超天国に移行している可能性もあると。その場合は32ゲーム以内でペカります。で、超天国にいた場合は次回天国ですから、だから2発来るんですよ。で、まあモード A、モード B と、あと天国準備と、まあ、いわゆる5種類のモードが、まあ、僕の中で存在しているんですけど、モード A に関しては
まあ偶数、100の位が偶数、200、400、600、800がまあモード A 当たればね。でモード B は奇数、100の位が奇数、100、300、500、700と。で、まあ、天国準備はその両方があると、100でも200、あの奇数でも偶数の位でも当たりやすいっていうのがあるんですけど、じゃあ まずやっぱり高設定ほどモードがいい状態に行きやすいと勝手に思ってるんで、じゃあ天国にリセットから、リセットモードからの天国行こうっていうのをまあちょっと期待して今は打っていきたいなと思ってます。125ゲームあと3ゲーム7ゲーム目、これがラストですよ、ラストや。まあまあね、とりあえず朝一リセットモードからの天国行こうはなかったと。まあ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 いいですよ。これ真剣に言ったらほんまこいつアホやなって思われるかもしれないですけど、アホですよ、アホなんですけど、別に真剣に言ってるわけじゃないんですよ、半分真剣なんですけど、やっぱこうやってしょうもないことを考えながら打った方が楽しめると思うんで、 A タイプは普通にこうボーっとしながら打ってるよりいいですよ。ああだこうだ言いながらね、まあ、例えばお友達とか隣同士とかで売ってたらそっちの方が絶対楽しいんで。さっきペカッと215ゲーム、モード A で来ましたね。そうか、リセットモードかの A に行ったと。なるほどなるほど、単独の、よしよしよし、まあまあまあ、オッケーオッケー、ビッグです。持ちコインで、繋いだ。まあ、モード A にいましたけど、高設定ほど A から一瞬で天国上がり、上がるんで、きっと。上がりやすいと思うんで、解析は出てないですけどね。だから次回天国に行きたい。はい、現在246ゲームでビッグ2回引いてるんで、雑算123分の1、そして武道確率が約 5.8 分の1なんで、今んとこ6です。でかったでかった。おわ、超天国にいましたよこれ。え、何ゲーム、9ゲーム、またもや先ペカ。おお、ああガコマシンが来てた。マジでマジでびっくりした。そうよ、そうなんですよ、ファンキーといえばもうファンキーなプレミアム小口がいっぱいあるんでね、それのうちの一つ ガコマシンガンを早くも見れました。はい、ビッグボーナス、やばい、めっちゃいい出やしや。終了でございます。さあこの勢いでちょっとワンゲーム連、まあ無理ですよね。てか僕今一個思い出しましたわ、ファンキーガックン聞かへんすわそもそも、まあ、対策はまあもちろん多分されてるとは思うんですけど、そう思い出した、最近打ってなかったんでちょっと忘れてましたわ。ファンキー多分ですよ、しっかり出てないんで分かんないですよ、僕の中では多分ブレへんのですよね、ボーナス終了後ブレたの見たことがないんですよ今まで、だからブレへんと思うんですけどね。あ、びっくりすんねん、もうほんま今日ちょっと決めてたんですけどね、
ガコーってなってもびっくりしやんとこと思ってたんですけど、普通にやっぱびっくりしますわ。36ゲーム、うわやっぱ天国やったんや。てかやっぱ頂点から天国で当たったんですよこれ。まあレギュラーも大事、レギュラーも一応大事なんで。いやー早いよ、でももう4回目。これはね本当に朝からいい要素ですね。まあリセットモードからモード A に移行したと、で A のところで当たって即頂点に飛んでたということなんで、まあもうほぼほぼ高設定、少なくとも下はないんじゃないかなと言うけど、今のところしてくれてますね。嘘ですよ。あ、早いな。まあ68ゲームでペガりました。やばい。しっかりついてきますねレギュラーも。これでビッグさんのレギュラー2。ガッサンいくつ、結構エグいよ多分。ガッサン71分の1、どえらいことになっております。まあ100ゲーム以内というか、まあ4連目になるわけですよ。だいたいね4連来た5連行くんですよ僕の中で。もう一発は多分来ると思います。びっくりすんねんて。なると59ゲーム、5連目。これ行くやつよ、朝から行くやつ。もう行ってるけど、ドーンビック。すげえ。もう下皿パンパンや。ビッグのレギュラー2。今僕衝撃の事実が判明してしまったんですけれども、朝一ちょっと店内見てる間、まあスロットのバラエティーコーナーも見たんですけど、告知ブラックあったって思ったんですよ今で。ちょっと設置機種を調べてみたところ、なくなってんすよ。あの昨日まではあったんですよ。昨日というか昨日天休日で、今日実はあの北斗の拳修羅が寝台で導入された日なんですよ。で多分それで外されたんでしょうね。もう最悪や、ほんまなくなってるもん。なくなった告知ブラック、また打つチャンスない。もう楽しみが減ったよ。あがこれ僕今相当思ってる以上にショック受けてますから、うわー切ない、ほんま切ないわこれは。現在5連チャンしておりますけど、まあ5連以上の壁はね結構高いんですよ。まあでも6ならば、上ならば超えてくれるでしょうと。ラストチェリーチャンス、あーリプレイヤー終わった。いやまだ続いてる。とか別に持ち越しとかないんすけどね。いやでも今何本ガッサン5連しましたから、ガッサンが90分の1、90分の1ですから。
秘技ブドウ外しね、決まりましたよ秘技が。よし、おい、275ゲームモード A でした。まあぼちぼち早いですよね、そこまでハマらんかったっす。おい、あーレギュラーかー。まあ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 、バシッと秘技が決まったんで、この番組では皆様の秘技を募集しております。ハッシュタグタクト幸太郎のウサギとカメ秘技をつけてぜひツイッターに投稿してください。いい秘技が、まあ奥義がありましたらちょっとこの番組内でやらせていただきたいと思うんで、ぜひぜひどしどしご投稿の方よろしくお願いします。秘技決めたったぜ。見ましたか、見ました、見ましたか。さあ今回もまあ A でしたけど、天国に期待しましょう。これでもう上がってくれてたら、それがまあ3連4連なりしてくれたら、もういよいよ上と言っても、おお言ってもよ、期待を早い頂点よ。またうわすごい、天国抜けるね、 A からのまた頂点、これはいい、もうほんまあるよ。行くばなす、最高やん。あかん、これは抜けるぞ。ラスト1ゲーム抜けたということは、まあ早い暑さ台頂点内で当たりましたけど、それは超天国に行ったのではなくて、天国もしくは他のモード AB で早い初当たりを引っ張ってきただけということですね。まあそういう解釈になります。はい、始まりました、タクト幸太郎の悩む相談室ということでですね、このコーナーは事前にお悩みをツイッター等々で、募集しておりまして、その、投稿されてきたお悩みをですね、僕とタクさんがこのコーナーでですね一緒に、まあ、悩みを解決するというよりかは、まあ、一緒に悩みましょうと、であわよくばあわよくば解決しようかなというコーナーでございます。というわけでね、早速、お便りの方が、お便りというかまあツイッターなんですけど、来ておりますので、ちょっとご紹介したいと思います。一つ目の、まあ、これ記念すべきですよね、一つ目の お悩みですよ、アカウント名総一さんから寄せられました。最近は期待値を追う立ち回りが難しい環境になってきたので、設定狙いを中心に立ち回っているのですが収支が安定しません。うん、今年は一時期プラスになったんですけれども、気づけば今はマイナス7500枚。あ、ぼちぼち負けてますね。やっぱり期待値を追う立ち回りのみの方がいいんですかねと。難しいね。これって、まあ言ったらゾーン狙い、天井狙いをするか、設定狙いをするかっていう話ですよね、きっと。正直今ラインナップがすごい、信頼入れ替え、まあ、最近でいうと修羅とかが40代とか入るホールさんも多いんで、ラインナップ自体が変わってきていると、で新基準になってきてるんで、正直ね期待値を追いづらいです、ゾーン狙い天井狙いっていうのは。それは僕ら黒バラ収録でもそうなんですけれども、ただ今現状ではまだいわゆるハイエナという行為ですね、できないことは全然ないんですよ。できます、で固くいくんなら、まあ、そのゾーン狙い天井狙い期待値を追うのがいいと思うんですけど、やっぱいいホールさん、かなり高設定が入っているというホールさんで、まあ、積もり率上げれるのであれば全然設定狙いでもいいと思うんです。確かに勝ちにくい、今新基準で言うと結構バック乗せとかあんまないんで、6打っても負けちゃったりとかすることももちろんあるんですけれども、それでも6を打った方が実際は使い割的に見たらゾーン狙い天井狙い全然期待値は多いんですよ。1日だから 110% で3000枚ぐらいありますかね、機種にもよりますけど。
だから確実に高設定を積もれるのであればそっちを狙った方が僕はいいと思います。でもまあ絶対毎日積もれるわけでもないので、そういった時にまあゾーン狙い天井狙いとかで切り替えると、そういう感じにちゃいます。難しいんですよ本当これって。その地域性とかも僕はあると思うんですよ本当に。ハイエナしやすい地域であればハイエナの方がいいと思いますし、すごいしにくいんであれば高設定狙いっていうのもいいと思いますし、ちょっと一回会いに来て話しようね、地域の状況とかもしっかり聞かんとちょっとこれは何とも言えへん部分なんで、はい。では2つ目でございます。1個目はちょっとね真面目な話やったんで、2つ目ちょっと軽いやつ、アカウント名えのきさんからいただきました。相談です。最近刺激のある日常を求めているのですが、これを始めてみたらなどいい提案はありませんか？ジャンルは問いません、よろしくお願いします。あ、なるほどね。これね僕もそうなんですよ。刺激ないっすよね毎日同じような生活をしてて、僕趣味といわゆる趣味というものが今全くないので、風俗ぐらいかな。夜の方ちゃうよ、風俗を見に行くっていうね、その土地土地ちゃうで、ほんまにちゃうで、そういうことちゃうで、その風俗じゃないよ、風俗よ。ええわ、もうどっちもええわ。で、そうっすね、これね、何したらいいか僕もほんと考えてて、僕は卓球を始めようかなと思ってるんですよ、卓球を。もともとずっと中高、大学と、留学してまでね、本当に卓球漬けの日々を送ってたんで、もう一度、今引っ越した土地大阪でね、ちょっと卓球クラブみたいな、最近卓球流行ってるじゃないですか、オリンピックでも盛り上がったし、だから始めてみようかなと思うんで、だそういう昔やってたスポーツがどうですか。もしないのであれば卓球しましょう、一緒に大阪に引っ越してきてください。一緒に卓球クラブを作りましょう。じゃあスポーツいいと思います。はい。はい、というわけで、こんな感じで何の相談でもいいです。本当しょうもないことでもいいんで、すごい深いことでもいいんで、一緒に悩みできたら解決していくんで、これからもね募集していくんで、ハッシュタグタクトコウタロウの悩む相談室でどしどし応募していただければなと思います。はい、ここ実はめっちゃ気持ちいいんですよ、川辺でね、すげえ気分がいいところなんですけど、こういう、さっきの2つ目の悩みじゃないですけど、ぼーっとする公園とかで、そういうのもいいんちゃいます。はい、さようなら。ちょっとペカランクなってきましたね。朝から飛ばしすぎたんすかね。あーって言ってたらペカった。271ゲーム初のチェリー重複ちゃいますかね。ちょっとビッグがいいな、ビッグがいい、よいしょ、ビッグ。271ゲーム、レッツゴー。単発か、単発は嫌やぞ。あーしゃ、単発じゃなかった。83ゲームチェリーチョン、どうせやったら綺麗にいってほしかったんですけどね。よし、ビッグレンちゃん、ラスト128。なあ、ブドウ、ブドウはノーチャンス、またブドウ。あっ、受かった。136ゲーム、引き戻しやなこれは。天国抜け即チェリー重複、またまたドン。ビッグボーナスです。
箱レッツゴー、箱使う。ちょっと55ゲームでキリもいいし、いいかどうかわかんないですけど、ちょっと周りを一旦見に行きましょうか。どんな感じか。やっぱシュラーが導入初日ということもあって、5台中3台今もう箱使って、下皿もうわ1台めっちゃ出てますやん。そらコーヒー買いますわね。そらコーヒー買う。コクッチないでしょ、バラエティーにコクッチないんすよ。だからまあこれか、これまあクレアは楽しいですよ。マタドールの2ですよ。これもね、僕いっぺん打ってみたいんですよね。まだ打つ機会ないというか、打ってないんですよ。現在1278ゲームのビッグ8のレギュラーが3と、合算116分の1で、ブドウ確率が約 5.9 分の1と、まあ、ぶっちぎってるんで、まあ高設定はもう高設定でいいんちゃいますか。まああとは4か5か6かっていうところですよね。まあ、そこは難しいです、正直。6や。はい、99ゲームですよ。ゾロ目でベガりました。さい、このフェイクリプレイなんとも言えへんのっすよ。あーレギュラー、はい、若干悪かったねえ、レギュラー確率もこれでもう6以上ですよ。4回目でしょ、1200ゲーム、300分の1ぐらいですよね。ちょっと失速気味、ちょっとハマってきましたので、ここでオカルト観光したいと思います。まあ今まで散々言うてきましたけど、ちょっと別のやつを。実はですね、この番組が始まる前から、あのオカルト、マイオカルトというのをツイッターで募集してまして、まあ、ハッシュタグマイオカルトで今も現時点でも募集ずっとしてるんですけど、これからもしていくんですけど、ちょっとその一つ投稿してくれた一つをやらせていただきたいと思います。投稿者が、ツイッターアカウント赤メロアットマークアカネかけるマイメロちゃんさんからです。ですね、ジャグラー実践時は第三停止を話すときにあえて地下と後輩で言いながら話す、あ、鼻々で対抗するわけね。そしたらあれ鼻鼻かなと台を勘違いさせてペカらせるというめちゃくちゃなオカルトが来ました。まあじゃあやってみましょう、せっかくなんで。地下、地下、ほんまのラストです。シカーというわけで手がありませんでした。オカルト失敗です、残念でした。これはもうなんだろう、殿堂入りならずということで残念でした。次のやついきましょうか。続いての2つ目のマイオカルト、メガロさんからいただきました。ジャグラーで普通にチェリー狙いで第3ボタンまで止める、まあ普通に DDT ですね。その際第3ボタンを離さずに少し間を置いてから離す、じゃちょっとねじるってことですか。第3ボタンを離すタイミングがリプレイでいうと音が終わるくらいのタイミング、リプレイ揃った時の音がの間ぐらいを離さずにっていうことか。難しいな、ちょっとやってみます。364ゲームからなんで419まで、
これぐらいでいいかな。ああ、でかった、でかった、ほんまやった。おお、400個ゲームやりました。第3ボタンリプレイの音分だけちょっとだけねじって話す打法、オカルト殿堂入りでございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いただきました、メガロさんからペカワのプレゼント。さあ、これはピックなのかレギュラーなのか。あはは、嬉しい嬉しい、ありがとうございます。本当におかげさまでハマりを、まあ、400ハマりましたけど回避できました。よし、ここから、まあ、ちょっとハマりましたけど、まだ出玉伸ばせるようにね、手からしといきましょう。終了です。まあオカルトはそうね、多分もう1回やったらもう1回ペカるんでしょうけど、1日1回だけですから、やっぱ2回も3回もするもんでもないので。はい、というわけで、まあ見事2つ目のオカルトは成功しましたけれども、あのこれからもこの番組内でまあいろんな A タイプ売っていくと思うんで、どんどんまだまだ募集します。オカルト、マイオカルト、ハッシュタグマイオカルトで、ちょっと自分のなんかこんなオカルト面白いのあるよという方は何でもどんなんでも結構ですんで、ぜひハッシュタグマイオカルトで投稿していただければなと思います。よろしくお願いします。あ、ギリギリ天国、114ゲーム単独ドン、ビッグ跳ね返り、来た、やっぱり来た。おお、来た、2画目、素敵素敵だよ。うわお、神チェリーや、これはまさに神チェリー。あ、紙チェリーやブドウや、15枚得しました。よいしょー、レギュラーやからこれ紙チェリー違いましたね、違う、紙チェリーはビッグやから。おお、81ゲーム、でかっ、ビッグボーナス、これまだまだ伸びるかもしれない、やめれないっすよね、もう。まあ、最後は海打ちますけど絶対。ジャンキージャグラーってそのジャンキージャグラーの、まあ、まあ継承されてるみたいなを言うんですけど、このウェイトーン完全にクラシックジャグラーなんですよね。クラシック、こんな音っすよね、打った瞬間僕クラシックやんって思いましたもん。あ、早っ、先ベカや、13ゲーム。いや、ちょっと気持ちいい出目出したいから右リール7下段に、あ、スベラン系、あ、チェリーね、あ、まあでも綺麗な出目ですよね。よいしょ、レギュラー、
おお、さっきペカ170ゲーム引き戻しや。あー、レギュラーか。レギュラーボナス。現在2276ゲーム、ビッグ11のレギュラー7、ガスさん126分の1、ちょうどガスさんは設定6とぴったしですね。いや、もう残り時間があまりないんで、この台ここまでね、高設定っぽい台打ってこれましたしな、おかず出玉も出てきたんで、もういいんちゃうかなと。ちょっと好きな A タイプ打ちたいなって思うんですけど、どうでしょうか。いいですか。いいんや。というわけでちょっと見に行きましょうか。ここに来て気づいたことあるんですけど、告知ありますやん、ブラックあるんや。ニスロに移動したんですよ。マジかよ、マジか。戻してくれ、20スロに。もうめっちゃ良くないですか。うわ、めっちゃ打ちたい。あれ、あの黒いとこがどっか光るんすよ。もう告知ないから、告知ないって。どうせなら、まあ、一番打ちたい機種を打ってみようかなというところで、海物語寝台ですよね。まあ打ったことないですけれども、ハイビスカスとかもありますし、うん、これでこれいってみましょうかね。最後じゃあ、うん、趣味打ち指名します。はい、では本日2代目です、海物語。まあ、うん、打ったこと全くないですけど、あえてもう予備知識も入れずに行った方がまあ楽しめるんじゃないかなと思うんで、まあ何も知らないですけど、ちょっと打っていきます。まあ、モードがこれ3つあるんですよね、多分。で、今はまあこれがまあ基本になるんですかね、シーサーモード、沖縄チックなやつ。とりあえずこれでしばらく見てみますか。海はね、僕結構パチンコの方は好きなんですよ。スロットはまあ打ったことないですけど。おお、レッツシーサー出てきたよ。プッシュ、あ、阿波予告だからちょっと寒いんじゃないの。え、さ、どうなんやろ。あ、まだ続くんや。あ、まあプッシュ、あ、また阿波。当たったわ、当たったわ。普通にハイビスカスが咲いた。これ熱いんかな、わからないですけど、当たりました。280ゲーム、ラッキー。ボーナス確定よって、マリンちゃん出てくると。さあ、どっちでしょう。あー、なんや、もうレギュラーか。レギュラーボーナス。あ、一瞬だけ水着になったのに着物に戻りはった。レギュラー中、別に技術介入とかないっすよね、多分。おい、来た。じゃあこれ別に熱ないんやん、大体レッツシーサー行くんやん、これ引いたら。なんや、そうなんで、基本一発で終わる。うわ、なんかさっき興奮してたの俺めっちゃ恥ずかしないっすか、ほんまに。てかちょっと面白いからもうちょい打っていいっすか、もうちょっといい。わあ、来た来たわ、ラストチャンスや。次のレバーオンでもう何も起こらなければそこで試合終了。
頼むで、なんか思ってくれ。って言った。じゃこれはなんか前兆かもしれんか。もう一ゲームね、もう一ゲーム、うん、ないね。というわけで終わらなあかんみたいなんで、また次回ね、海打つかもしんないです、もしかしたら最後に。はい、では実践終了したいと思います。お疲れ様でした。実践終了いたしました。ということで、まあ、記念すべきウサギとカメ1回目で終わったわけなんですけれども、まあ、ファンキーどう考えてもあったでしょと。僕がね、遊び打ちで海降ってる間もきっちり出てましたね。すぐおじいちゃまが座られていて出てました。で、まあ、ちょ結果の方なんですけど、投資が100枚で回収がじゃん604枚ということで、まあ、収支プラスの504枚。まあ、正直遊び打ちせんかったら1000枚ぐらい浮いてたと思います。海でだいぶ一瞬の間、本当は朝オープン9時からオープンして5、6時間かけて作った出玉をだいぶ伸ばしてしまったんですけど、30分40分ぐらいで。まあ、でもそれでいいんですよ。そういう番組なんで、一応ね、たくさんとの勝負というか、まあ、サマイトあるんですけど、まあ、楽しむということがコンセプトなので、やっぱり、うん、遊び打ち、最後ちょっと海楽しめたんで、まあ、それはそれで良かったかなと。で、現状差が400枚ぐらいですかね。たくさん900枚ぐらいプラスなんで、まあちょうどいいハンデになったんじゃないかなと。あの人多分もうなんか1回目まぐれで買ったらしいんですけど、自爆していくと。ウザギってそうじゃないですか。最初バーイってなんか油断して知らん間に抜かれてるみたいな、髪が抜いてるみたいな感じなんで、まあ、それでいきます。はい、というわけで、まあ、こんな感じで今後も、番組をやっていこうと思いますので、まあ、途中ね、実践途中結構オカルトとかやりましたけど、これからもずっとやっていきます。なので、まだ随時募集してますので、まあ、なんかいいのがあればどしどし、ハッシュタグマイオカルト、そして、まあ、悩み相談室の方もあるんで、ハッシュタグタクトコウタロウの悩む相談室で、ぜひご応募ください。というわけで、また次回、僕次回が11月の25日、収録させていただくんで、もし、まあ、平日ですけどね、お時間あります方は遊びに来てください。というわけで、また次回お会いしましょう。さよなら。一番長い雑誌ジャンバリ関東版フリーペーパー読んでるの。都会の情報いっぺん詰まってっから、いっぺん読んでみ。いいよ、読んでみ、読んでみ。言うと思った。持ってる。しかも私の方が読み込んでるな、それはな。え、小原さんの漫画の知ってるか。知ってんの、知ってんの。さらにな、これもうこれすっげー衝撃だからね。いくよ、せーの。見た、今見た。ちょっと鳥肌立った。しかも、かわいいな、こいつ。かわいい。これ、ジャンバリカントマ、すげえな。すっげえな。友達、みんな。知ってっかな。知ってっけ。教えたら、うちら、私ヒーローになれるだよ。ヒーロー、いいな。ヒーローなれって。かっけえな。ヒーローなれって。なれって、なれって。あ、しかも、ヒーロー。今度あなたがヒーローだって書いてある。今度は、あなたがヒーローか。ヒーローすげえな。ヒーローなって。かぶってる、かぶってる、これ。ヒーローなって。ヒーローなってくって。いくべ、いくべ、いくべ。ほしっぺ。おー、これはいい。いいべ、いいべ。